はい、どうも皆さんこんにちは、ケイと申します。本日もドラゴンボールレジェンズやっていきたいと思います。本日はですね、こちらのバカ野郎悟空を使って PVP をやっていこうと思うんですけれども、今回このアビリティボーナス見てください。3141 このね、めちゃくちゃアビリティボーナスが乗った、かつ悟空パーティー、かつ青染めかなやっていきたいと思っております。一応ね、フラグメントはこんな感じ、ざっくりね、見ていただければと思います。で、今度このね、全開覚醒が来ると噂されてるこのバカ野郎、こいつを使ってね、 PVP をやっていこうと思うんだけど、まあ、変身するとね、スーパーサイヤンになって、でバーダックのね、恩恵が受けられるっていうのと、あとはこの全開悟空、こちらをね使って青青紫っていう選出で PVP を回っていきたいと思います。はい、というわけでやっていきましょう。お相手の方は、おお、 GT パーティー、めっちゃ珍しいね珍しいっていうか懐かしいというか、まあね、こういうちょっとまだレートに余裕があるときは、こういう皆さんね、自分のお気に入りのパーティーで回られてるっていうのがいいですよね。まあ最終日が近づくにつれて、皆さんね、前回ご飯ちゃんで回ってるんじゃないでしょうか。まあ持ってない方はね、自分のガチパで回られてると思うんですけれども、でも私自身もね、最終日の3日前ぐらいからは、前回ご飯ちゃんでサクサク勝てるね、パーティーでレートを上げております。対戦よろしくお願いします。さあ、このパーティーはね、まずね、いいね、入っていく。バカ野郎を早くスーパーサイヤンにしたいところですね。さあ、どれぐらい入る？うん、なかなかいいダメージただ、フォーゴ君もなかなか硬いんじゃないでしょうか。 GT も次ね、ゴジータ4が出てきたら入っていく。出たら結構戦えるパーティーになっていくんじゃないかな。とりあえず変身しておきましょう。これでバーダックもスーパーサイヤン経由のバフが乗るようになります。くたばりやがれー。で、強出血を入れておくと、ベビーもなんか久しぶりに見た気がする。最速、かわして、後ろ下がって、交代ムーブは引っかからないと。さあ、これとりあえず突っ込みましょう。あ、これライジング来そうだな。あ、来ないと。あ、これは完全にオチですね強いスリーゴク射撃でフィニッシュと。緑が落ちてくれたのはかなりでかい。下がって、何もやってこない。タックルしたいけどな、さっきタックルしたかな。あれなんかずれてクソダサいムーブになってしまいました射撃打って避けられてるのに打撃を先行入力していくというねコンピューターみたいな動きになっちゃった。前出しが出なかった。ん、欲張ってますね相手。さあ、相手交代が間に合ってないんで、適当なところで突っ込んでいいんじゃないかなと思ったけど、もうバニッシング、あおっちゅさあ、入っていく。これはスリーゴク出して、あ、バカ野郎でいこうか。さあ、クリティカルが乗ってます。いい音。そしたらメインを切りましょう。バカ野郎打ちてえなー。あ、入ったライジングでいっかバカ野郎でね。あ、対戦ありがとうございました。諦めろ。さあ、続いてやっていきましょう。ごはんちゃんパーティー来てくれましたね。ごはんちゃんパーティーにはやっぱね、こっち青2枚選出なんで結構強く出れると思う。で、まあね、万が一緑が出てきたとしても、スリー悟空でね、ぶちのめせるっていうことで、あのね、ごはんちゃん相手には結構戦えるけどね、未来パーティーとか、あとは人造人間パーティーにはね、結構厳しいですね。人造人間が特に厳しいかな。16号とあの18号、全開覚醒コンビがね、結構きついで、向こうはね、セル出さなきゃいいだけだからね。相手の方はガリガリ君みたいですね。もしかしたらガリガリさん、ガリガリちゃんかもしれませんが、対戦よろしくお願いします。ちょっとロードが長いですねそうそう、でバカ野郎のさ、全開覚醒本当に来るのかな。来たらやばくないですか。多分ごはんちゃん、ビルス見ていただいて分かる通り、おっと、最速取っていく。
もう圧倒的ぶっ壊れがまたね一体誕生してしまうというね。もともと元祖ぶっ壊れキャラクターだからね。本当 PVP の環境を変えたキャラと言っても過言ではない。あータックルかかわして速圧いきましょう。硬えなこのゴテンちゃんって。なんか硬いよね。ひだめカッター入ってんのかな。さあこれでバニッシングを回復できるかな。とりあえず、スーパーサイヤになりましょう。あバカ野郎、あタックルかくっそー、ああさあ最速、これはいいダメージ入るんじゃないでしょうか。いいね。さあスーパーサイヤン経由が乗ってます。うん、バニッシング回復したいから、究極まで行きましょう。いいね。さあクリティカルの音が聞きたかったけど、とりあえずバニッシングを回復しましょう。さあ死ぬのはてめえだ。いいダメージ、フリ属性相手にもなかなかいいダメージが入ってますね。見てライジング、これ避けられるかな、これ間に合うのかな。さあどうでしょう。あ入ったさあラバーズは、打撃圧なんか読まれそうな気がするけど、読まれてもいいかなもうさあどう、さあ通っていく。かなり有利な局面を作れました。あとは前回ごはんちゃんラスワンにしないように立ち回れればいいけど、突っ込んでみましょう。あら回避入っちゃってたか。まあいいや。この御殿もね、あのね実装当時は引けなくて割引で引けて、あーまあいいや。そっからマルチ Z パーとか使って7凸まで持っていきました。あの超結晶がね結構ラッキー超結晶がやっぱねありがたいですね。レジェンドだとさあどれぐらい入る。バーダックの経由はもう落ちちゃってるかな。レジェンド LF キャラも凸1個上げられるし、スパーキングとあースパーキングとかだと、うお必殺にうお突っ込んできたちょっと久しぶりにねバカヨロ使ってるからちょっとうまく使いこなせてないですね。これはねダメな使い方ですねあそれ繋がるんだ。何の話したっけ。そうそうそう、超結晶か。まあ課金しないとねゲットできないっていうのがちょっとあれだけど、全然釣れないと。おマジかよ前ダッシュに合わせて特殊を積んでくるというね。もういらねえかな。相手でででででであれ相手ってライジング、あこっち読んだのか。さすがに耐えるでしょ、さすがに前回覚醒7突貫突バーダックだもん。耐えてくんなきゃ困りんマンガな。あ全然余裕だね。あドカバキ1個は勝っていきたいかな。ういっ、あ弱っ、あ負けちゃうか。まあ、そしたら3悟空がいらねえかですね。いってお欲張ってたね。さあぶち抜けを決めていく。引いてくるかな、うん、くたばりやがれ。そしたら1回引いてかわして、もう1回かわしてメインで見ましょう。ちょっとずらして、うんおい対戦ありがとうございました。そんなことじゃ俺は倒せねえぞ。はい、というわけでいかがだったでしょうか。まあちょっとねバカ野郎を決められなかったんだけど、やっぱあれだけね、アビリティボーナスだっけ、なんだっけあれアビリティボーナスかが3000超えてるってことで、みんなやっぱね硬くて、まあ、火力も結構あってっていう形で負けにくいパーティーになってますね。ただまあちょっとね、途中で話しましたが、人造人間パーティーとか未来パーティーにはちょっと弱めだけど、前回覚醒ごはんちゃんパーティーに対しては結構強めに出れるパーティーなので、前回覚醒悟空バカ野郎がねまた来たら最強のパーティーの一つになると思いますので、皆さんもぜひ試してみてはいかがでしょうか。はい、本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。
バイバーイ。